のものよ。真実はあなたの胸の中にある。嵐の海は静まった。失ったものは数えきれなくとも、ご覧いただきましてありがとうございます。今回はギルティークラウンのオープニング、エゴイストさんのジ・エバーラスティングギルティークラウンをコスプレでカバーさせていただきました。もうね、ほんと皆さんお待たせしましたね。もう初めてねこの動画を見た方はねちょっと驚かれたかと思うんですけど、最初にアップした動画がですね、このような感じでコスプレをしてカバーをする動画だったんですよ、ね、最初から見ている方、今も見ていてくれてますか？いつもありがとうございます、ね、でね、過去にもね、いくつかこういった動画をアップしているので、ね、まだ見ていない方はぜひね、遡って見ていただけたら嬉しいです。そして今回はですね、投稿開始当初からですね、もう非常にたくさんのリクエストをいただいておりました祈りのコスプレだったんですけれども、いかがでしたでしょうか制服にしてみたんですけど、みんなはあの衣装が良かったのかなとか思いながらはい、ね、そしてもうみんな私がコスプレしないんじゃないかとね、諦め気味だったんじゃないかなと思うんですけどもね、頑張って動画を作りましたね、気に入っていただけたら嬉しいです。そしてそしてギルティークラウンの曲はなんと3曲目になりました、オープニングのマイディアレスト、そしてエンディングの、ディパーチャーズあなたに贈る愛の歌もカバーしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。説明欄の方にね、再生リストを貼っておきたいと思います。ギルクラの曲も本当にいい曲ばっかりですよね。でね、音楽が沢野さんが担当しているんですよ。本当にすごい、当時から本当にすごい。さあということでですね、今回もギルクラについて語っていきたいと思います、ネタバレを含みますのでご注意ください。はい、ギルティークラウンなんですけれども、2011年にノイタミナ枠で放送されたアニメオリジナル作品です。で、ね、アニメが放送されてから小説だったりとか漫画が出ているような状態ですね。でね、もう放送されてからもう 7,8 年経つんですよ。やばくないですか時の流れが怖いです。はい、で舞台はですね、日本です。なんかね、六本木とかいうね地名もね出てくるのでね、面白いと思います。その日本でとあるウイルスが蔓延したために政府が機能しなくなってしまいます。で GHQ という組織が武力介入して日本を軍事占領下にします。で、ね、子供たちはボイドというね、ものすごい力を発揮するものを持っていて、それで戦います。ちょっとねざっくりなんですけれども、このボイドですね、みんな違っていろんな形態があるので、それを見るのも楽しいと思います。で主人公がちょっと
冷めてる高校生大間修くんです。でね、ピンク色の髪の毛で今回私が、コスプレをした子、歌手のゆずりはいのりちゃんの大ファンです。でね、そのゆずりはいのりちゃんは葬儀社っていうその GHQ から日本を解放するために動いている組織の一員で、で敵に追われている時にシュウと出会います。いのりが傷を負っているのでどうにかしなきゃと思うんですけど、いのりは敵に連れてかれちゃいます。でシュウは祈りを助けたいという思いから葬儀社のメンバーと関わるようになって、でその中で王の力を手に入れちゃうんですね。もうこれがねめちゃめちゃ強いです。で葬儀社には入りませんと言うんですけれども、まあね、シュウの高校に祈りが、ね、入ってクラスメイトになったり、あともうねほんといろんなことが起こって、まあ、結局葬儀社に入らざるを得なくなって、まあ、王の力を使って戦っていきます。ギルクラはですね、正直明るい話ではないし、もう辛いシーンがねもうめちゃくちゃ多いんですよ、ね、大事な人たちがどんどん死んでいきます、うん、なかなかえぐいです。でね、ギルティクラウンを直訳すると罪の王冠ですよね。で見進めていくとこのね意味をね、タイトルの意味を非常に重く受け取れるようになります。でね、近未来的な力とあと機械、まあ、ロボットの要素もあるんですけど、主人公のシュウがですねいろんな人たちと関わっていく中で、まあ、そのシュウの気持ちが変わったり成長していくような人間ドラマというか、まあ、その群像劇の要素が強いので、まあ、そういうのが好きな方にはですねかなりおすすめな作品です。でね、なんといってもキャラデザがいいんですよ。もう女の子がみんな可愛いです。でね、映像がもう本当に綺麗で、もうさっき7、8年前って言ったんですけれども、全然もうね劣らないです、今のアニメと。むしろいいぐらいなんじゃないかなっていうぐらいもうめっちゃ綺麗です。でね、私はガイが好きです。シュウと同じ17歳に見えないですよねあとはですね、メンジョハレちゃんっていう女の子、シュウの幼馴染で、シュウのことが好きっていうねちょっとねありがちな設定なんですけれども、その子のね最後のシーンがもう本当にね悲しすぎて辛いんですよ。もうねトラウマになります。もう絶望感、もうね寝込みそうなレベルです。はい、ということでね、まだ見ていない方はぜひぜひギルティクラウン見てみてください。ね、このカバーも気に入っていただけたら嬉しいです。ということで今回もよろしければいいね、そして通知音の設定をお願いします。ありがとうございました。